こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今週も終わりましたね。いやー、で、今週の YouTube ニュースまとめなんですが、あつ森の話題がですね、続いてまして、そのピックアップから始めていきましょう。はい、2020年7月第3週YouTube 関連のニュースまとめをお届けします。毎週土曜日は YouTube 関連、月曜日は音声メディア関連のニュースまとめをお届けしています。7月11日から7月17日までのニュースですね。さあ、今週のまずピックアップなんですが、こちら、ついに集まれ動物の森で会社説明会を行う企業が登場、ネトラボより。はい、参加者にはですね、金鉱石などお土産をくれる企業説明会があったと。いやー、ですからその、コロナ禍における、バーチャルワールドの利用というところでついに来ましたね。で、さらにキャノン EOS R5 が集まれ動物の森に登場、デジカメウォッチ。なんかスキンとかってあるじゃないですか。あれになんかそのキャノンのカメラを首から下げたようなファッションを、キャノンがね、配布したっていうことなんですよね。なんかね、その 3D ワールドのゲームが流行るときに、それを広告代わりに使うっていう動きは結構あって、フォートナイトでも、この、ラジオでもお伝えしましたが、フォートナイトでもそういうね、アーティストの方のライブをやったり、昨今、そういった反響がね、多いと。いうところで、ただね、これね、任天堂のワールドでやったっていうのはね、結構ね、僕の中ではインパクト大きいんですよね。結構任天堂ってガチガチの厳しい印象だったんですけど、なのでこれはね、ちょっと続いて成功事例も出てくると楽しいですよね。あと、任天堂自身もほら、コロナ禍だからあんまりこういうね、メタバース利用を頭ごなしにほら否定するわけにもいかないっていうのもあるので、ちょっとね、これは面白い動きだなと思いますので、今後も注目していきたいと思います。動画制作ビジネス関連。過去動画が編集前に戻るバグが起きたと報告、ゆうちらより。これ何かっていうと、ASMR 動画をアップしている方が、なんかその過去動画で、YouTube の画面を使って編集した動画が無編集になって公開されちゃったっていうバグに見舞われて、過去の動画を泣く泣く非公開にしたっていうニュースです。いや、怖いですね。私は編集した後をアップしてるので大丈夫なんですけど、そう、 YouTube で編集してる方はお気をつけください。一応もう戻ってるとは思いますね。はい、手越さん、音楽制作の相方を募集、 YouTube で際立つ自由な発言、ハフポストより。ラジオ界の方でも本田圭介さんかな、BGM を募集してましたが、結構有名人の方ね、BGM 関連募集してる案件増えてますけど、大丈夫ですかね。で、契約関連で言うとこういったニュースも。ネクストーンとウームとの業務提携に関するお知らせ、公式プレスリリースよりと。要はネクストーンっていうジャスラックみたいな音楽権利の管理会社なんですけども、通常はそこの管理楽曲を使うと、その管理楽曲とアーティストさんに収益がいく流れなんですけども、 UUUM と提携したことによって UUUM のアーティストさんにも一応分配がされるという提携みたいですね。これは、やっぱりさすがこの辺は UUUM だなって感じですね。で、その UUUM なんですが、営業利益 19% 減、21年5月 YouTuber 育成費用で日経新聞。それから決算資料で YouTuber の月収を計算したゆうちらよりなどなど、UUUM の決算報告が出て、それに関連するニュースが多数出てました。売上は減ってるっぽいんですが、それでもね、売上280億ですからすごいですよね。ただ逆に言うと、この280億の半分以上は YouTuber さんたちの2割が言ってるわけですよね。そう考えるとえぐいっちゃえぐいですよね。なぜかというと、純利益が、売上が280億あって、純利益が5億なので、社員さんとか、販管費とかに、それが消えてるってことですよね。ちょっとね、これはね、まだまだ大変そうだなって感じですね。
アクティブエイト、これはキズナアイのプロデュースの会社なんですが、トゥーというのは結構グラフィックソフトで有名な会社ですね、の VTuber 開発システムを提供開始と、海洋ネットよりと、これもどうやら実績があるらしく、茨城公認の VTuber も利用しているということですね。VTuber は本当なんか根付いてきましたね。YouTuber 炎上関連。うなぎもさばく宮崎あおいにの YouTuber 舞人気の秘密、フライデーデジタル。ね、気まぐれクックさんじゃないですけど、なんか一つ刺さったテンプレートが出てきたら、今度は、女性でやる、今度はアイドルさんでやるとかね、こういろいろ横展開するチャンネル、今後も出てきそうですね。まあ、この人はもちろんたまたまなんでしょうけどね。見ず知らずのおっさん YouTuber に12万人もの人が魅了されるわけ、エキサイトニュース。やっぱり一定量のニーズはあるんですね、やっぱりね、リアリティショーってのはね。で、一方で YouTuber さんの懐事情、登録者9万人の YouTuber が収益公開、ユーチュラより、9万人で、動画を見ると約50万円だそうですね。でもね、これ税金引くと大体30万円ぐらいになりますからね、やっぱり50万で本当カツカツギリギリって感じですよね、あの一人もんだとね。で、一方で海老蔵さん、海老蔵悩ます YouTube の誤算、チーム抱えるも目標の3割以下、女性自身よりとね。え、やっぱりだから規模が、あの相性のいい規模っていうのがあるんですよね。だから海老蔵さんも確か20万人とか結構なフォロワー数いるんですけど、そう、それでもね厳しいっていうのはやっぱり作り方というか、あとお弟子さんとかもね抱えてるっていうのもあるんでしょうけどね。はい。で、三浦春馬さんの死を祝う不謹慎動画、わずか1時間で削除、ユーチュラ。まあこれは YouTube あっぱれという記事なんですが、残念ながらもうまた別チャンネル、別の名前でもうアップされてましたね。で、このラジオでは、犯罪を起こした人の話題についてはもうそもそも取り上げません。一切無視しますので、ご了承ください。ある YouTuber さんがね話題になってましたけどね。子供がつきたい職業ランキング2020、ネトラボより。はい、 YouTuber もだいぶね小学生の人気ランキング下がってきましたね。ゲーム実況、 e スポーツ、その他。シニア層が考える e スポーツ、ゲームビジネス JP。 はい、これね、ゲーム実況やられる方、あのぜひ読んでください。なんかやっぱりシニアの方のこう見やすいeスポーツっていうのがなんかあのインタビューで語られてました。ウーム、セガと包括提携、海洋ネットよりと。そう、個人ではね認められてないゲーム実況、個人でしか認められてないゲーム実況なんですが、任天堂とかつて提携をしました。で、今度はついにセガとも提携ってことですね。この辺はやっぱり事務所強いですよね。オンライン自転車大会、世界各国から1700人が参加と。なんかツールドフランスのようなあの自転車レースなんですけどね、すごいですね。1700人が世界から参加ですからね、ツールなんでしょうね。 e スポーツ世界で拡大、2年後に3000億円産業を、タイムチケットが新サービスと。有料のねこういうイベント増えるともっと広がりますよね。いいですね。動画配信プラットフォームオープンレックにて、後藤真希さんの公式チャンネル、サイバー Z のリリースよりと。さすがこの辺はサイバーですね。こうやってあの有名人の人をね招聘するっていうテクニックはアメブロの頃から変わってませんね。若年層と違い、シニア層は YouTube で情報を収集する傾向と。アスマークのプレスリリース。まあでもこれは多分人によるんじゃないですかね。シニアも人によってもう全然あの使いこなし違いますからね。はい、今週も新規チャンネルをたくさん出てきましたね。ただやっぱり企業のなんか何かに特化したチャンネル、番組的なものが多い気がしますね。筧美和子さんとか、堀北真希さんの妹さんとかね、あと、あ、内田理央さん、そうそうそう、仮面ライダードライブのヒロインのね内田理央さんとかね。はい、
という感じで、でもそんな多くないかな。うん。はい。という感じで今週も、はい、新規チャンネルがいくつかありました。詳しいリンクはぜひノートの方でチェックしてみてください。はい。いやー、でもあつ森ね、まさか、任天堂のゲームタイトルでここまで企業ユースが認められるもんなんだなというのは、うん、なんか時代を感じますね。ポケモンの、LOL の新作も中国企業のテンセントとね、提携して開発をするとか、なんか任天堂も本当いろいろ変わってきたなという感じがしますね。いやー、時代ですね。そう、だからまあ、テンセント本当に、まあ、テンセントが強すぎるっていうのがあるんですけど、まあそれでもゲーム実況いろんなね、まだまだゲームタイトルが出てきそうで楽しみですね。まあだいぶ私も今週ぎっくり腰でいろいろ皆さん心配をおかけしちゃいましたが、であと今日ついに、Google マップのテレビネタもついに今日放送も一通り終わったので、ようやくなんか一段落した感じなので、来週からはぼちぼちまた動画の方ね上げていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見てもらえればと思います。ぜひ見てね。はい、というわけで、今週のニュースまとめでした。ご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。来週1週間が皆さんにとって良い1週間、そして良い週末でありますように。そしてまた来週みんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。良い週末を。